一着となりました地元コーチ佐々木則之,之選手ですわ一着おめでとうございますどうもありがとうございます地元記念の初日一着スタートですわまあそうですね最近地元でもねパッとしない成績ですし特に記念ではねもう勝ち上がれなかったんでめっちゃ緊張してましたけどね良 <laughs> かったです走り終わった後もお客様の大きな声援がいっぱい飛んでましたわ そうですねあと、記念で優勝したのぐらいのような、ね、声援くれたんで、あと3日間ねこの声援浴びれるように頑張りたいですここに来るまでも、中3週間、合宿されたり、いろいろ練習もしてきたとおっしゃってましたわねねそうです、ね、あのダービー、ちょっとあの出れなかったんで、その,あの気持ちもこの記念にぶつけようと思って、練習しましまた、はい、<laughs> その気持ちがまず初日から、ちゃんと結果に出ましたわね。 そうですね、まあ、前の原田君も、ね、行けるところまで行ってくれたし後ろの立花君も、まあ、しっかりライン固めてくれて、まあ、展開的にはね、まあ、健太郎の頑張りに尽きると思いますけどはい、レースを振り返ってみて今ね、ねラインのおかげだともおっしゃいましたが原田選手がこう最終、もう2センターぐらいでしょうかね神山選手にブロックされたときは外はもう絶対回せないと思ったんで内ち踏んでどこまでできるかなと思ったんですけど。 まあ4コーナーから伸びていたんで、まあ、1着取れるなとは思いました。はい。ね、素晴らしい直線、鋭かったです。そうですね。最近あんな鋭さが出ないんでね。ここで出て良かったです。この後、明日、明後日、明後日も期待してよろしいかしら。そうですねあの、記念の決勝もね、あの地元で全然打ってないんで、あまずは、ね、決勝を目指して頑張りたいと思います。皆様、お聞きになりました。大きな拍手お願い 素晴らしい大きな声援ですわそうですね、やっぱりあの地元を走るときはね、まあ、こういうね声援くれるんで、そう成績悪くてもね、また頑張ろうという気にはなりますね、はい、では、明日からのまた意気込みを込めてですね、小学校から高校までご活躍されたサッカーの腕前をお願いいたしますわ、こちら、うちは作ってくれたのでえ、これを持ってお願いいたしますわ。よくご覧あれ